RKO ピクチャーズはアメリカ合衆国の映画制作、配給会社。もともとは RKO ラジオピクチャーズとして設立され、ハリウッド黄金時代のビッグ5スタジオの一つであった。1928年10月、キース・アル RB オ l l f i 劇場チェーンとジョセフ P ・ケネディのフィルムブッキングオフィスオブアメリカスタジオがラジオコーポレーションオブアメリカの管理下に統合されたことにより、 形成された。RCA のチーフ、デビッド・サーノフは、同社のサウンドオンフィルム技術である、RCA フォトフォンの市場を作るために、この統合を企画した。1940年代半ばには、スタジオは投資家であるフロイド・オドラムの管理下に置かれていた。RKO は、1930年代半ばから、後半にかけて、フレッド・アステアとジンジャー・ロジャースが主演した。 ミュージカル作品で有名である。俳優のキャサリン・ヘプバーンや、あとに、ロバート・ミッチャムも、このスタジオで初めて大きな成功を収め、ケイリー・グラントは何年にもわたって、主役を務めた。プロデューサーのバル・リュートンが手掛けた、低予算のホラー部門や、現在フィルムノワールと呼ばれている分野への、RKO の、数多くの進出は、映画評論家や、歴史家から、ほぼ事後的に評価されている。 RKO は映画史上最も有名な二つの映画を制作した。RKO は映画史上最も有名な二作品、キングコングと市民経営を制作した。また、素晴らしきかな人生やおめえなどの有名な共同制作作品を手掛けたほか、アニメーションプロデューサーのウォルト・ディズニーや独立系プロデューサーの第一人者であるサミュエル・ゴールドウィンの有名作品を 数多く配給した。ハワード・ヒューズは1948年に RKO を買収した。彼の支配下で何年も混乱と衰退が続いた後、スタジオは1955年にゼネラル・タイヤラバー・カンパニーに買収された。オリジナルの RKO ・ピクチャーズは1957年に制作を中止し、その2年後には事実上解散した。1981年、 会社の後継者である放送局の RKO ゼネラルが制作誌会社である RKO ピクチャーズインクとしてスタジオを復活させた。1989年、この事業は多くの古典的な RKO 映画の商標権やリメイク権を含む残りの資産とともに新しいオーナーに売却され、現在は小規模な独立企業である RKO ピクチャーズ LLC を運営している。 母体になったのは、ミューチュアルフィルムの配給部門と言われる。1919年、映画制作に興味を持った、イギリスの輸出入会社、ロバートソン・コールがこれを併合し、1921年、ハリウッドにスタジオを建設して、映画制作業を開始した。1922年、ハリー・ m バーマン、ジョセフ・ p ケネディラアメリカの映画制作者グループが、買収して不謀、不暴と改名 フランスのパテ社などからも作品を輸入して上映していた。当期映画開発期には、ホフォトホンという独自のシステムを導入する目的で、介入してきた RCA を経営していた、ユダヤ系アメリカ人のデビット・サーノフが、劇場チェーンの顔と、父母を合併させ、1928年、RKO が誕生した。この段階で、映画スタジオ、独自の映画配給網と、 会社専用の映画館を所有していた RKO は、スタジオシステム成立の一翼を担った。ラジオピクチャーズと後ろに続くのは、当時全米の一大ラジオ網を支配していた RCA の影響である。この会社は映画だけでなく、ラジオという当時の主要メディアをほぼ全て支配していたのである。キングコング、男の敵、市民敬遠、偉大なる。 アンバー尊家の人々、素晴らしきかな人生。など、RKO の最盛期の1930年代から1940年代には、ハリウッド全盛期の作品を数々と生み出した。また、RKO は、1930年代に、フレッド・アステアとジンジャー・ロジャースを起用した、人気ミュージカルのシリーズを制作した。その中には、コンチネンタル、離婚競争曲、トップハット、 ウチョ時代などがある。ジョニー・ワイズ・ミューラー主演のターザンシリーズの制作や、ウォルト・ディズニー制作の短編アニメーションや、白雪姫、ファンタジアなどの長編アニメーションの配給もいった。また、アルフレッド・ヒッチコック監督の断崖や、おめえもここで制作された。そして RKO の最大のヒット作は、聖メリーの鐘だった。また、 1940年代、バル・リュートンによる独特の雰囲気を持つ、キャット・ピープル、私はゾンビと歩いた、などのホラー映画のシリーズものや、1950年代には、ニコラス・レイ監督、危険な場所で、いや、フリッツ・ラング監督、上理ある疑いの彼方に、のような多くのフィルムのワールが、B 級映画として同時に制作された。ただ、 複雑な創立以来の大株主の入れ替わりでオーナー交代による経営危機は脱することができず特に1941年12月以降にアメリカも参戦した第二次世界大戦中での観客動員の落ち込みはひどかった。1948年には億万長者で実業家のハワード・ヒューズが大株主として会社を買収し数週間の間に スタジオの従業員を3分の2まで減らし、1949年の半年間スタジオの全従業員の思想心情の徹底調査を行っていたが、その間に映画スタジオが閉鎖された。完成された映画作品も、特に女優と政治に関しては、ハワード・ヒューズの鶴の一声で再撮影と再編集が強制されてしまった。また、この期間に、 過去の RKO 作品を売却している。1952年には映画スタジオを完全に閉鎖し1953年にはパラマウント判決により映画館部門を売却してしまった。1954年には当時の航空会社部門のトランスワールド航空の業績校長により2400万ドルで RKO の株式をすべて購入して、 ハリウッド映画史上初めての個人所有による映画会社とする。しかし、ヒューズの手に渡って、半年後の1955年7月には突如前、株式を2500万ドルで、ジェネラルタイヤラバーの子会社である、ジェネラルテレラジオに売却する。テレラジオは、r k o ンが制作した1948年以前の、約700本の映画のテレビ放映権を売却して、 運営資金を調達し、破綻したスタジオの復興を試みるが、ついに1959年3月には倒産する。RKO の撮影所の不動産は、女優のルシル・ボールとデジ・アルナズの会社、デジ・ルー・プロダクションの手に渡って、これをもって、完全にこの名門スタジオは消滅する。日本法人は、日本 RKO 映画株式会社があり、戦後は、 ディズニー作品の日本における配給を行っていた。アメリカ本社の倒産後にディズニーに売却され、ブエナビスタ映画日本支社となったが、1977年4月29日に公開された星の国から来た仲間を最後に1977年秋から日本での直接配給機構であるブエナビスタ映画日本支社の解散、閉鎖をめぐって労使対立が続いて、 配給業務がストップし、減損しない。現在のウォルト・ディズニー・ジャパンとは、無関係。大部分の作品の版権は倒産の前後に、売却され、現在は大部分の作品の版権を、ワーナー・ブラザースが保有する。米国では、多くの作品の正規版 DVD が、ワーナー・ホームビデオから発売中だが、日本ではなぜか、未発売。なお、 著作権の保護期間が50年の国では大部分の作品がパブリックドメインとなっていることから現在一部の作品は激安 DVD で発売中。1981年に RKO のまだ存続していた子会社の一つが共同制作のために RKO の名前を復活させ1989年に多くの RKO 映画の商標権とリメイク権を 新しい所有者に売却した。現在のレディオギースオフィアムエンタテインメントは、この所有者のもとで経営されている独立した会社である。アニメーションで回転する地球とモールス信号と雷光を発している大きな鉄塔。その周りにアン・アー・ロ・ケラジオ・ピクチャーの文字がかたどられている。ありがとうございます。